はい、生田キッチン横須賀さんです。はい、今週もよろしくお願いいたします。今週はですね、ツヤピカの新米ご飯が出てきてますので、それに合うおかずをご紹介しましょう。今日は即席の山椒漬けです。山椒漬けは何ぞやということなんですけれども、材料です。はい、お味噌、醤油、お砂糖、それぞれ大さじ3です。ピーマン3個、そして青唐辛子、適宜ってあるのは好きなだけ入れてくださいということです。今手に入りやすいんですけれども、もしスーパーになかったら一味唐辛子とか七味唐辛子、乾燥したものでも OK です。そしてこの山椒漬けが出来上がったら、焼きナスに乗せていきましょう。かつお節もちょっと添えます。それから焼いた油揚げと和えても美味しいので、和え物も作りますね。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。さあ、では作っていきましょう。山椒漬けなんですけれども、東北地方の北の方ですね、よく作られているんですが、麹一升、お醤油一升、それから青唐辛子同じだけですね、一升ということで、合計3升になるので山椒漬け。ご飯にとっても合うことが言われてますけれども、すっごい辛いし時間がかかるんですね、麹を使うということで。今日は簡単にお味噌と醤油と砂糖で漬けていきましょうね。で、今日はピーマンです。ピーマンにしてみました。辛みがちょっと柔らかでいいと思うんですが、これだけではなんなので、青唐辛子も買ってきました。これ好きなだけ入れてくださいね。お味噌とかと同じ分量入れると相当辛いので、やめた方がいいと思いますよ。で、ちょっとね、半分に切らせてくださいね。ピーマンと同じで種がいっぱい入ってるんですよ、こういう風にね。これがちょっとね、入ってると今日特に即席で漬けるので邪魔になるんですね。すぐ食べたいので、さっき食べたら辛みよりも、なんて言うんでしょうね、ちょっとアクっぽい味がするので除きました。そして細かく刻んでいきましょう。サクサクサクとね、これ細かく切れば切るほど辛みがあちこちに散らばると思います。さっきも乾燥の唐辛子でもいいですよって言ったんですが、乾燥の唐辛子は噛んでからしばらくして辛みがじわーっと口の中に広がっていく感じなんですが、青唐辛子生ですから噛むとジュッとこのジュースが出てきて、それがすごく辛いんですよね。で、今日2本ぐらいにしてますけれども、3本入れてもいいですよ。で、時間がある方は麹とお醤油とね、それからこの青唐辛子1升ずつ、一升って一升瓶ってことですよね。すごい量だと思うんですけれども、それで、まあ、最低でも1ヶ月以上かかりますので作ってみてくださいね。今日は簡単にこういう容器に入れていきましょう。ちょっとね、赤ピーマンも少し彩りに入ってますけれども、パプリカでもいいですよ。そしてこれが青唐辛子。青唐辛子を刻んだ手で絶対顔触らないでくださいね。さっき触っちゃったんですよ、あれほど言ったのに。もうビリビリってすごい辛みがきますからね、気をつけてください。で、今日のお砂糖ですけれども、今日天才糖っていう、こうザラザラっとしたちょっと傘の多いね、お砂糖を使ってますので、大さじ3杯入れてますけれども、普通の上白糖だったら半分ぐらいでいいと思います。で、お醤油が入りました。はい、それぞれ大さじ3です。で、急いでつけたいので振ります。最初ね、お味噌入れないでくださいね。今入れ忘れじゃないんですよ。このしょっぱいのと甘いので、なじませてからお味噌入れないと混ざらないんですね。もうこれだけでも美味しいんですが、山椒漬け麹が入るので、麹の代わりにもう使ったお味噌を入れます。これだけでも美味しいですよ、辛いですよ。はい、そしてお味噌を加えて軽く合わせて、またちょっと振っておきましょうか。これね、1ヶ月ぐらい持ちますので、多めに作ってもいいと思いますよ。甘じょっぱくてね、ご飯足りなくなるくらいに美味しいですから。さあ、15分経ったのがこれです。あれ、これです。あ、ここか失礼しました。こんな感じになります。ほら、とろーっとね、水気が出ていい感じになってきましたね。さあ、ポイントです。はい、3つの調味料で甘みと旨み出しました。本来入らないお味噌でね、即席で作ってますけれども、あと辛みはピーマンで穏やかな辛みだと思いますよ。お子さんでもまあまあ大丈夫じゃないでしょうかね。では今日はこのまま食べてももちろんご飯と一緒に美味しいんですが、茄子と合わせていきましょうかね。はい、茄子です。今茄子ね、ちょっとね、お値段高めですね。なので2本ぐらいでもいいです。斜めの薄切りにしてください。そして
こっちもね。大きいナスだったら輪切りもいいんですよね。火の通りがとってもこう早くて柔らかく焼けるのでね。これ輪切りにすると小さいので今日は斜めの薄切りにしました。そしてフライパンに入れて油をここで絡めてしまいましょう。両面にね。普通だとフライパン温めておいて、でまず油を入れてナスを入れます。焼けたらひっくり返して焼こうと思うと油全部吸われてるんですね。追加でまた同じ分量の油を足さないといけないので、どん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 油吸いますから、こうして両面に絡めておくと後で足さなくて済みますから、おすすめですよ。でなるべく強い火で焼いた方が色は綺麗に仕上がります。さあこっちが焼けたものです。こんな感じでね、ひっくり返しながら焼いていってくださいね。さあナスです。こっちの方が艶っぽいね。はい、そして先ほど作ったこちら、このねお汁もかけてくださいね。身だけじゃなくてね、身も美味しいんですけれども、はい、そしてかつお節をパラパラと、これご飯に合いますよ。さあもう一つです。もっと簡単にいきましょう。油揚げさーっと炙りました。今日はちょっと厚めの油揚げですね。はい、短冊状に切っていきましょう。サクッと焼けてますね。手切らないように気をつけましょう。はい、あとはお好みの分量で和えるだけです。これも美味しいですよ。でね、あのお汁あんまり入れすぎると油揚げが全部吸ってしまいますのでね、ほどほどに入れてくださいね。はい、ではこれもできました。酒の魚ですね。結局ご飯に合うっていうことは酒の魚っていうことですね。ご飯からできてますからね、お酒もね。はい、お酒も進むおかずです。はい、今日はご飯とそれから大根のお味噌汁も添えてみました。出来上がりです。うわー豪華だこれ、すごいお腹すいた。はい、山椒漬け食べたいですね、早くね、はい。